の収録の日、今、えー、祇園祭の、何でしたっけ、これ。後祭りの巡行。うん。その、ぐるぐる街の中を、こう、車を引っ張って。ま、車っていうか、な、出し、なんていうんですかね、なんていうんですかね、あの、木のそうそうそう、あの、車輪がついてる大きなおみこしというか、あれを回す日なんですよね。なんでこう、割と外に人が多いし、なんならもうヘリコプターも飛んでるし。いや、すごいですよ。テレビ中継もありますからね。ね 京都、うん、京都では。で、祇園祭りって言うと、大体そのこの山鉾巡行っていう、わーってこう、はいはい、人が集まって、見物する、ね。見物人が集まる、こう、大、はい、々的なイベントのことを、祇園祭り。もしくはその前後、あ前後っていうかその前の良い山とかを、を指すみたいな、って思ってたんですよ。でもこれ、祇園祭って一1ヶ月ずっと祇園祭りなんですね。そうなんですね。<え>7月に入ったら祇園祭り。7月1日しからその終わりまでが、まあ、ずっと祇園祭りと。 いうことなんで、最近は僕も、祇園祭り終わっちゃいましたねって言われたら、いや、1ヶ月です。<laughs> っていう、マウントをですね。わかる、えー。積極的に取りに行く側に。マウント。に <laughs> マウント取りたくなりますよね。川、えー、にボーリングって書いてたら、ボーリングですよね <laughs> あの、ボーリングマウントに近い、祇園祭り、つったらね、いや、これはあの、祇園祭りの中でも、巡行ですから、みたいな、うん。そうそうそう,そう,そう <laughs> 祭りはまだ続くです悩、はい、らなやまさん、あの、祇園祭りのお見越しとか見たことあります <laughs> あの、か 交際観光祭だっけなんか、のその、神様を中に戻したりとか、おろしてきたり。おろすり、おろしたりとか、戻すみたいなと、の前後のその、お祭りまでありますよね。あれも結構盛り上がりますよね。そう,そうそう。そうそうで僕、山鉾巡行が一番盛り上がると思ってたんですけど、なんか、やっぱやってる人たちは、そのおみこしが一番こう、迫力があって。結構、まあ距離も近いし、うん、で、まあやってる人たちもかなり気合が入ってるから、 結構迫力ありますよね。僕もちょっとまあ、遠くで、透明でしか見たことないんですけども、結構近づけなくて <laughs>、それこそ。うん。なんかあの、僕は今住んでるエリアが結構その、祇園もあったり、自分のエリア、住んでるとこは違うんですけど、ええ、まあその近くが、要はその山鉾を出してる町、うん、あえて要はその、町内の持ち物なんですよね。うん、そうですね。うん、なぎなた、僕はたなぎなた町ってのがあって、その、うん、そこの人たちがやるっていう感じなんですけど、うちの近くにもその山鉾はいくつかあるし、 少年野球チームに入ってると、やっぱ、あれに関わってる人は結構多いんですだから、関わり方がちょっと変わってきたというか、今まではか外から見てただけだったのが<ー>、知り合いの子が踊ってたり、乗ってたり、なん、えー、ならこう引っ張ってたりとかして、で、藤がこう手を振ると、なんか、あの、血巻きを持ってきてあ、はい、どうぞ。ああ、なるほど。えー、すごい、楽しいですね。やっぱ住んでみるもんですよ、気持なるほど。はい。いいですね。はい。 で、ええー、まあ今回42回目で、ええー、あれですけども、その感想をい,いつも、はい。感想をいつもね、募集してるじゃないですか。してますよ。で、たくさんこう、感想もいただいているんですけども、実は YouTube の方でもこう、コメントを、はい。いつかいただいてまして、はい,はいはい。はいはい、で、実はですね、もう2ヶ月ぐらい前からですね、はい。あの、コメントをいただいているんですけども、その、えー、大変ありがたいんですが、こう、 番組では触れずに来たという。<laughs> 触れずに来た、触れずに来たというかね。なんか、はい。<ー>そうですね。そうなんですよね。で、まあこう、まあ、ペンネムがマイクロギャルさんっていう、え。ー お名前。コメントの、コメント、コメントネームっていうんですかね。これ YouTube のアカウントネームなんですかね。が、はい、えっと、2ヶ月前から、こう、面白かったですと、楽しみにしますてい、はい。今回も、面白かった。40回目の時なんかね、おめでとうございますっててます、えー。今回も面白かったですっていう、感想をいただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。ますで、まあ、こう、やっぱなんでこう、ちょっとこう、あの、YouTube、言い訳がさせてもらうとですね、<laughs> YouTube の、あの、なんですかね、Twitter とかって、その、はい パッとタイムラインを見たら、その人のこう、人となりって分かるじゃないですか。どんなこと,とか、ね、例えば、同業の人だなとか、あ、とか、かかかあ、もしかしたらこれ、知り合いの知り合いかもなとか、うん、分かったりとかするじゃないですか。するするでそれで。で、YouTube ってこうどうしてもその、その人のタイムラインって、ね、別に動画めっちゃ上げてればなんか分かるかもしれないけども、まあその人の行動ってあんまりこう分かんないじゃないですか。まあめっちゃ追えば分かんのかもしれないけど。 なので、こう僕ら側にわかる情報としては、この方がマイクロギャルであるということしかわからないということがありましてですね。で、マイクロギャルっていうふうになってくると、こう、おっさんはどうしてもですね、こう、警戒をして、なかなかこう、どのぐらいの距離感で行ったものかっていう、ね、いや、そうです誰なんだみたいな、そのマイクロギャル。しかも、あの、写真もないし、うん、ね、あれ、なんか、どう、どういう感じなのかな、みたいな。ええ という感じで、ちょっとだけこう、警戒をしてしまった、こう、おっさんの差がと言いますかですね。ごめんなさい。え、ごめんなさい。マイクロギャラさんごめんなさい。いつもコメントありがとうございます。励みになってるんですえ、ぜひ、あの、今後ともよろしく。よろしくお願いします。はい。お願いします。まあなんかね、こまあ、実際ね、騙されてきた過去みたいなのもありますかあるあるんですかいや、なんかこうね、メールとか来るじゃないですか。るる。あの、ね、Twitter とかでも DM 来たりとかね。うん。あの、まあ全部さ。 業者だったりとかさ、悪い人だったりとかするわけでしょ <laughs> そういう、こうね、警戒心がこう、日々上がってってってしまったので分かる、えー、こういった結果を招いたと。うん、な悪いのは、えー、そういったこう、騙す人だよね。騙す人たちが悪い。悪い。仲が悪いんですよ。えー、<laughs> <laughs> ざっくり。はい。<laughs> はい、はい。マイクロギャルさん、引き続きよろしくお願いします。いますはい。最近のがあの、アマゾンで、ね、あ、そう、プライムで、 アマゾン好きの僕らとしては。ね、やっぱね、アマゾン注視してますからね。はい。え、なんか買いました今年のプライムでは買いませんでしたね。あ、買わなかったはい。なんかこう、ちょうど物欲がマックス下がってる時期あんまりなかった。あ、その前にちょいちょいいろいろ買ってたから。それは、そうですね。その前にちょいちょい買ってたからっていうのももちろんあるんですけど、なんかね、いつの間にか、あの、ま、ざっとは見たんですけど、そんなにこう、そそられずにみたいな。あれを買ったんですよ。 キンドルファイヤー。e あの、タブレットの方は、あの、電子い、電子ペーパーじゃなくて、あの、いわゆるアンドロイド端末的なやつの。タブレットのやつの<ー>はいはいはい。のちこい7インチのやつ買って、<ー>で、なんでかって言うとあの、キンドルの読み上げをこれにさせると良いっていうブログを、<ー>勝間勝代さんが書いてて、で、それを読んでて気にはなってたんですね。で、まあ、ただ、まあ、ね、まあ、一応間に合ってはいたから、ちょ興味はあったけど、と思ったんですけども、 ただ今回プライムデビュー半額近くなってたんで、3000何本ぐらいでタブレット買えるみたいな感じだったんで、はいはい、あ、まあこれはまあ別にこうなんかダメでもいいかなと思って買って試しにいくつか聞きながら読んだりとか、あと聞くだけで読んだりとかってしてるんですけども。いいですかうんとね、聞きながら読むのはいいですね。 あの、ちょっとだるいとかいうときに本を読んでもこう目が滑っちゃうというか。ああ、わかるわかる。<の>なんか、だいぶ読んでんのに、あれ、あの、この10秒ぐらい頭にっと、急に話変わってたけどなんだっけみたいな、っっ<笑><笑>いなっちゃうあるじゃないですか。ある,あるある。あ,るあ,るあれがやっぱり読み上げ、その、よ、 目からあ、耳から入れながら読む、目でも読むっていうふうになると、まあ、割と集中を、まあ、疲れる、若干疲れるんだけど、その分、こう、きちんと集中できるっていうか、後から後押ししてもらってるみたいな、そういう感じがあって、あの、それは良いですね。ただ、音だけだと、ちょっと、僕はまだ集中、集中というか、難しいですね、僕。あんまりこう、何かしながらっていうのはちょっとで やりにくいので、<laughs> 音聞くときもずっとこう目をつぶいながら、<laughs> 座ってこうずっと聞いてて、<laughs> これはなん、これはなん、なんの時間だろうみたいな感じになっちゃうんですよね。だからさ、だからまあ散歩とか行けばいいのかなちょっと。歩きながらと。ええ、ここ ただ、今度散歩行こうと思うと、7インチのタブレット持っていくってなると、若干取り回しがなあみたいなのもあって。確かに。うん、ちょっと大きいですもんね。だからなんか、勝間さんとかは、さらにはそこから MP3 レコーダーに録音して、それを持ち歩いてるみたいなことを書いてて、あ<ー>あ、なるほどなあと思ったんですけども。あ<ー>まあ、レコーダーがないのでね、ちょっとそれはまか、まに、ね、いろいろやり方考えた方がいいのかなと思ってるんですけども。うん、最近その聞く、聞く、まあ、ね、これポッドキャストもそうですし、うん、あの、オーディブルでしたっけ <あ>アマゾンが、ね。本をその自動じゃなくてちゃんと慣れたとか、作家が読み上げてくれる、ね。読み上げてくれるやつ。うん、まあその耳だけのメディアってもうちょっとずつね、増えてきてるんで。うん。まあもともとその日本とか、ラジオの文化もありますし、なんかそういうところに置き換わってます、ね、そうですね。ラジオの時間がだんだんこう、今度はそういった別なメディアにも。 置き換わっていくのかもしれない,と思いますね。な,すねなんか海外とかだとやっぱり通勤時、車の時間とかが長いからみたいなのね、はい、たまに聞きますけどね。日本でもやっぱ地方はね、車の。ですしね。あとまあ電車もまあまあね、やることないというか、はい、立ってなきゃいけないと、スマホ出すのも一苦労っていうふうになってくると、やっぱりね、聞くだけみたいなのも結構いいのかなという。長山さん買ったのはその、キンドルの Fire7 とか。そう、Fire7 ってやつでアレクサ搭載みたいなやつ。はい、アレクサついてるらしいですけども。えー。 他の、その、n d l e リーダーとしての、えー、活用方法以外は全く今のところまだ活用方法を見出せてない感じですね。うね、n d l e には本当に苦い思い出がありまして、えーもう、全然自分が悪いんで、全く文句でも何でもないんですけど、えー、あの、え、n d l e タブレット型の Kindle が出てすぐぐらいに安かったんで、うん、購入して、うん、よっしゃ、ルート取ったんで、つって、あ、はいはい、即文鎮化したって。<laughs> <laughs> <laughs> いや、もうね、ほんと文鎮でしたね。このね、分厚いし。うんとも、うんともううんとも言わないし。はい。もうそれ以来、キンドルファイヤーにはちょっと若干僕は手が出なく、出にくくなって、怖くて。全部自分が悪いんですけどそう、まあそう、なんかちらっとそういうと考えたんですけど、まあなんですかね。3000円だし、まあ専用端末でいいかなって。3000だったんですね。うん、3000何本。安い。45%オフとかいう。確か。うん。プライムでなんか他にも見ましたその、いくつか見た、見て買おうかなと思った。 あ、あとね、キンドルの、その、うん、あの、電子ペーパーの方のキンドルも、ちょっと安くなってるんですよ。その、ボヤージュって最高位機種あ、うあれが、ちょっと値段が下がってたんで、まあ、キンドル結構使ってるから、その読書体験が上がるんだったらいいかなと思ったんですが、まあ、今回は、その、高い機種を買うのではなく、ちょっと音の方でやってみようと思って、そちらの方で。っていうのと、まあ、ちょっと、そっちはね、言っても安くなってるっても2万ちょっとしてたんで、 結構するんですね。そうなんですよ。2万ちょっとするんだ。うん。うん、もうちょっと、なんか1万円前後だと思ってましたけど、2万ぐらいするんですね。うん、安くなっ、そうですね。ええー。なんで、ちょっとなんていうんですかね。そういう尻込みもあり。確かに。うん。防水になって、ちょっと画面が広くて、みたいな感じで。おいやまたちょっと、来年のプライムデーはちょっと楽しみに <laughs> しないといけない、ね。<laughs> はい。買っちゃうんだよな、その前にな。待てずに。 まあ、な,なんていうんですかね。まあ、欲しいときは買い時っても言いますからね。うん、その、そうそう、後回しにするとね、なんかちょっとこう、逃しちゃうとか、あってね。うん。うん。やっぱこう、値段、値段だけをね、安いからって言って、やっぱ理由で買っちゃうと、やっぱり失敗するっていうのは結構ね、うん。あるじゃないですか。うん。欲しい、そもそも欲しいものだったのが安くなるってなったらまだあれですけども。うん。安いから、つってね、いらんもん買っても、まあ、それはそれでしょうがないので。うん、まあ、その辺はこうね、たまたま僕はちょっと欲しいものがあったので。 おこれはと思って後押ししてもらったって感じですかね。うん,うん。ありました。んか<や>僕の方はですね、<近>まあ最近というかね、最近の話でも全然ないんですけど、ええ、まあこの話をちょっとしようかなと思ったんですけど、僕ね、あの、チリに弱いんですよ。長山さん、チリ得意ですチリっていうのは、あの、の別に南米の国南米の。じゃなくて。<laughs> じゃなくて、あの、土地の断り。あれですよね、その、 社会の地理です社会の地理です。得意ですか得意いや、そんなに得意な方ではないですね。ないです。いや、僕ね、この地理がね、苦手っていうたのは、苦手っいうのは、あの、ま、いくつかこの、僕の地理苦手エピソードを今日持ってきたんですけど、ま、まず、ま、この、初級からいきますと、初級からいきますと、なよさん、スラムダンク読まれましたはい。 覚えてますスラムダンク。あん,まりあんまり覚えてない。<laughs> あの、スラムダンクで、えー、あの、桜木花道引きの小北が全国大会に行くぞ、となった時に、はい、あの、海南大付属だったかな。あの、同じ地域の人たちが、ええ、あの、インターハイの、に出てくるところを視察に行くと。うん、だからその、パチンコに行ってる桜木花道に、お前もついてくるかって言ったら、行く行くって言って、<ー>新幹線に乗って、 えー、愛知に行くんですよね、ええで。そこでその愛知の星こと諸星くんとか、その愛知の、えー、県大会とかを見て、レベルが高いみたいなことを言って帰るんですけど、うんうん、えー、それを当時僕、鹿児島の、えー、高校生やったのかな、うん、として読んでて、うんうん、え、四国まで新幹線走ってんだって思ったんですよ。これ本当に <laughs>。<そんな笑> 愛、<え>愛、愛知が四国だと思ってたんですよね。うん、多分ぶん、多分愛媛が<あ>、愛媛がこっちにしだってたんだと思うんですよ。ジズラ的な感じ、ね。ジズラなところと、なんかなんわかります、うん。うん。なんか愛知っていうのが多分、愛知とほら、名古屋県って間違える種類じゃ、うん。多分んね、ああ、はいはいはい。たん僕なでそうなってたんでしょうね。愛知、あえ、新幹線で四国、<あ>で、桜木ってなんか確か、とあの、関東の方だったから、 え、めっちゃ、めっちゃこの日移動したんやなって漠然と思ってたっていうのを、割と大人になってから、<laughs> あ、これ愛知じゃんって、<laughs> <laughs> 気がついて、初級、うん、初級なんですよ。ええ、で今中級が、あのー、長山さん、北米、南米っていう概念あるじゃないですか。はいはい。あの、アメリカですよね。アメリカ、アメリカの北米と南米ですね。うん、あれ、北米と南米って、 いつ習いましたえ、いつ習った <laughs> なんかその、あのね、僕がずっと子供の頃疑問だったのは、うん、よくあの映画とかで北米の工業成績ナンバーワンとかって言ったじゃない、ええ、いうのが出るじゃないですか。ええ、なんでアメリカの北半分の集計だけ取るんだろうなと思ってたああ、なるほど、なるほど。って言ったら北米ってその、なに、あ、あまりがまるっと、むしろその外のカナダとかまで含めて北米なんですね。そうですね。うん。おかしくないですか <laughs> あれはな、アメリカ大陸という大きな大陸のくくりの北側という南側。つまりあの米、米っていうのはアメリカ大陸ってことなんでしょそ,<の>そう、その分岐だとそうなります、ね、でしょ南米っていうとそ。それがおかしいなと思う。<laughs> 米って言ったらうアメリカじゃないそうですね。まあ、合衆国って言わないと、あの、僕らが今イメージしてるあの、アメリカにはならないってことですね。でしょ北関東って言った時に、うん、その、なんていうの北関東ってどこが入るんですか ちなみに、北関東まあ、北はそうですね。まあ、僕、僕、茨城、栃木。あの辺、あの辺が北関東になるんですか言うたらそれと同じ感じなのかな群馬か。北東京、それ北関東はわかるんですけど、北東京北東京,と、ね、北東京って言わないね。ちょっと、僕も今何言ってるかわかんなくなっ <laughs> まあでも、やっぱアメリカっていうふうに言っちゃうと、大陸的な感じなんで、やっぱユナイテッドステーツとかは使う<ー>、うん。し、ノースアメリカってやっぱり NA って使いますよね。 そういうこと、うん、でアメリカっていうのは、多分全国、全国的というか、全世界的にも、にもやっぱり大陸の名称っていうのを言うんじゃないのかな,な,かなの学校で習ってない。<laughs> 出た学校で習ってない,てないし。<laughs> いやもう、それで、もうずっと北米、北米って言われて、南米、 南米っていうのも、なんかよくわかんない概念だなと思ってたんですよね、子供の頃。まあ、な、まあ、だいぶでかいですけどね、北米、南米っていうてた。がね、北米、まあ、その北米は、要はその、映画とかで、僕映画好きなんで、北米ナンバーワンって、え、その、で、アメリカの南半分の人ってあんま映画見ないんかなみたいな、そういう、あ多分ね、その、ある配給がないとかね、配給のルートがちょっと違うとかね、あるんですよね。で、まあ、そういうのもあったんですよね。まあ、それをずっと誤解してたって話で、 で、まあ、一番ね、自分でもやばいなと思ったのが、うん、上級編じゃないですけど、うん、上級編というか、<語>はい。は、あの、大学のね、英語の授業があったんですよ。うん、英語の先生がいて、まあ、外人の先生なんですけど、その、まあ、英語で質問をして、生徒が英語で答えるみたいな、まあ、そういう授業だったんですよね。うん、で、まあ、なんかこう、いろんなことを聞いて答えていくっていう感じだったんですけど、そこで、その、まあ、サッカーが、 強いヨーロッパのチームはどこだヨーロッパのチームヨーロッパのチーム。ーームーあ、よ、チームってかヨーロッパの国を上げていきなさい。国ね。上げていきなさいってのき聞いてきたんですよね。で、まあみんなその、まあサッカーが、まあヨーロッパのね、国なんてどこでも強い。そうですね。基本的に。<laughs> ね、まあ基本的にどこでも強いんだけど、<laughs> うん、そのまあみんなだからフランスとか、えー、ね、そのイタリアとかって言うんですよね。うん、で、まあ僕はちょっと、なんていうか、当時生きてたんでしょうね。なんかその、俺はサッカー 英語もできるし、英語もできるといかそのサッカーのことをちょっと知ってるぞ感を出したかったのか、すげえもうドヤ顔で、アルゼンチンって答えたんですよ。うん、<laughs> その、みんな、んんみたいな雰囲気になったんですよ。うん、え、まさかこんだけ人数いてアルゼンチンが強いって知らねえのみんなみたいな。<laughs> むしろそういう立場になっちゃったんですけど、あ、もしかして。英語の問題かなと。英語だなと、これ。<ー>なんか、え、ね、アルゼンチンって言って、 発音が悪かったかなと思って、思いっきりまた、あああ、ソリソリみたいなアル。アルゼンチーナーみたいな。<laughs> <laughs> アルゼンチン人になっちゃったけど。うん、で、たらもう先生が、うん、あのね、あの、よくやる、こう、両手をこう、上げて、うん、うん、もう全然ダメね、みたいな感じで、うん、もう次の人みたいな感じで言って、うん、なんかもう僕すげえ釈然としなくて、うん、え、なんかみんなサッカーのこと知らねえのみたいな。<laughs> ね、うん、そんなと思って、打ち返って、 でアルゼンチンチ調べたらめっちゃ南米じゃないですか <laughs> 南米も南米,南米もまあ南の方ですもんね。南米も南米ですよ。うん、僕、てっきりアルゼンチンって、なんかウィーンの下あたりにこう、<laughs> ウィーンはヨーロッパだよね。<laughs> <laughs> それは大丈夫です。なんか横,横、横、横長の、横長の国みたいなイメージウィー,ウィーンは国じゃないじゃん。ウィーンは国じゃないのか。<laughs> なんかあの、ヨーロッパのな,なんとなくこう真ん中あたりにこう、横長にこう横たってる国、それがアルゼンチンと思ったんですけど。ああ まさかね <laughs>、まあ、ポルトガルとかスペインとあったらもしかしたらなんかちょっとっていう気持ちはわからんでもなくもないかなみたいな感じは。<laughs> いや、もうアルゼン、もうだからもうね、それ、もうそ,そういう経験をしてきてるんで、うん、とにかくチリがね、全然、<ー>全然ダメなんですよ。<ー>でも、あれですよ。僕もアフリカ大陸の 構造とかもう全然わかんないです。エジプトと南アフリカぐらいしかわかってなくて。<ー>リビアとか。リビア。うん。スーダンとか。名前は聞くじゃないですか。名前は聞きますね。ねどこかって言われるとわかんないですね。か確かに。うん。それがなかなかね。日本の地理はどうですか日本の地理は、まあ、得意な方ではないですけども、まあ、そうですね。それなりに、その、 ああ、だから僕逆に九州とか、だから福井さんがその、確かに生まれた九州とかの、あの、細かい地理とかは。九州はあの言ったら9つありますから、うん、その、地図に書いてみろって、うん、おわかんないでしょ。うん、わかんない。福岡、長崎、熊本。いや、僕、鹿児島出身なんで、うん、あの、やっぱり脳内地図だと、うんこう、九州ってこう、なんていうか、足、鹿児島が二間、足みたいにこう二つこう出てうん、うんで。なんとなく足みたいになってるんですけど。はいはい。 足っていうか、あの、クワガタのメスみたいになってるんですけど。あ、これチョキチョキ,チョキみたいな。うん、クワガタのメスみたいな感じになってるんですけど、うんうん、あの、住んでると、クワガタのオスぐらいの感じなんですよ。どういうことんか,分かんない。<laughs> クワガタの、分かんない。<laughs> あの、鹿児島の子、足があるでしょ足っていうか、こう、半島が2つ、薩摩半島と大隅半島です。うんうん、で、実際九州を昆虫と考えたときに、 九州、九州昆虫の体として考えたときに、そのハサミの大きさが、なんとなく。もっと、もっとバーコーと出てたそう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 。あの、本当はね、実際の地図を見ると、意外とそのちっちゃいんですけど、九州ってでかいから。え、鹿児島に住んでると、なんかもう、あ、ここはもう、もうクワガタのオスね、う、おこらしいと。大クワガタって感じでこう、ガーンってあって、もう、九州の3分の1ぐらいが鹿児島なんじゃないかっていうイメージでいたんですけど、 意外とそうでもないでしょそうでもないですね。割と均等に、ね。そうなんです、ね。領土が分かれてるというような感じは。あのー、だから鹿児島に一回。領土って言わねか。<laughs> 領土じゃないね。鹿児島に一回ですね、あの、夜行バスで帰ったことあるんですけど。ええ、九州長えなと思って。あ、夜行バスでうん。大阪から帰ったことあるんですけど、ね。ああ、それはハードですね。結構その九州に入ってからが割と長かった、ねかう。うん。なんですけどね。はい。 いやー、もうね、だから地理が弱くて、まあ、そんなにね、困る。あの、方向音痴ではないんです。だから近辺の地理とかは割と得,うん、うん、得意なんですよ。うん、その、なんか、道を覚えるとかは割と得意なんですけど、うん、なんか、地図とかになったりとか、りすると、ちょっと途端にね、弱いんです、ね、国の名前。国の名前ね、県の名前。僕もその県庁所在地とか。県庁所在地もね。なんかね、それ、それこそ中学生ぐらいになるじゃないですか。 ななんかちょっと問題出たりとか。わ、苦手でしたね。首都と、国の、国、国とその首都の場所、場所じゃないけど、い名前ややこしいとか、たまにあるじゃないですか。あの、オーストラリアとか。ああ<ー>。オーストラリアはどこだっけメルボルンうん。んシドニーうん。どっちわかんない。<laughs> スリランカがスリジャワルダナプラコッテっていう名前、な長いやつ何それ？ことだけは暗記したけど。<そ> <laughs> 全然知らないし。あの、オーストラリアは、首都キャンベラだ。<laughs> キャンベラじゃん、キャンベラ。だけど、最大の都市がシドニーなんですよ。そうですね。シドニーは有名。シドニー有名。キャンベラって何みたいな。キャンベラってそんな聞かないじゃないですか。アメリカぐらい、アメリカ、ユナイテッドステイツぐらいになると、あの、ユナイテッドステイツぐらいになると、ニューヨークじゃなくて、そのワシントンですっていうのは、もう映画とかでもバンバン出てくるし、有名ですけど、ちょっとね。あれですね、今度、あの、 地図書いてみたいですね。あ、みんなで。バカ地図じゃないですけど。バカ地図みたいなですね。確かに。自分の、自分で世界地図書いてみたい。書きたい。書きたい、書きたい。いいっすよ。ちょっと今度やってみましょう、一回ね。その、で、あの、YouTube とかに出しましょう。クリスが書いた地図みたいな。はい。という話でしたね。はい。で、あとね、もう一つね。うん。いつも、あの、映画の話をしてますけど。今日はですね、ゲームナイトって。ゲームナイト。はい。ゲームナイトま、何したっけ 話してないて話してないんじゃないまちょっと前に公開され、2018年の映画なんですけど、うん、あの、まあ、まあ、すげえ端的に言うと B 級映画なんですよね。うん、も面白そう。ま100本ぐらいの映画なんで、まぜひ見てほしいんですけど、うん、あの、どういう話かっていうと、えー、まあ、夫婦がいて、ボード、ボードゲームっていうか、あの、家でやるテレビゲームじゃなくて、 まあ、ボードゲームだったり、ジェスチャーゲームだったり。人生ゲームみたいなやつ人生ゲームだったり、それももちろん含むし、なんかこう、絵を描いて当てるゲームとか、なんかジェスチャーするゲームとか、まあそういう、いわゆるこう、ゲーム。あ,あパーティーゲーム的な感じのことです、ね。そうそ,うそうその愛好家なんですよね。うん、で、まあ、週末になったら友達を呼んで、ゲームをやるわけですよ。で、その、まあ、二人がその結婚したのも、その、いわゆるゲーム、 同士の集まりに、で、出会って結婚した、まあ。両方ともすごいゲームが好きなんですね。で、そこに、その、旦那さんには、まあ、お兄さんがいて、うん、すげえコンプレックスがあるんですよ。お兄さんは実業家で、めっちゃ金を持って,て。お兄さんに対して、自分はまあ、こう、不甲斐ないから。不甲斐ない。もうゲ、ね、週末にやったゲームやってるみたいな。うん、で、そのお兄さんがある日のゲ、みんなでゲームやってるところに遊びに来て、うん、お前らまだこんなゲームやってんのか、みたいな。わ<ー>かった。 今度俺がすごいよ、こんなゲームじゃなくて、すごい面白いゲームを企画してやるよっつって、まあ帰るわけですよね。<うん S 1> でも,も、正直もう、うと、いやもうそんなんいいからと、うとんじゃうんだけど、まあまあ、あの、お兄さんに招待されたしっていうことで、いつものそのゲーム仲間と一緒にお兄さんの家に行って、でまあ、ゲームやるっていうから、つって、ゲーム愛好家の人って、 ボードゲームやるぞって言ったら、自分の好きなボードゲーム持ってくるんですよね。これど,ど,どの世界でもそうなんですけど。どで、その人も一緒にこうくゲームをこれとこれをつって持って行って、まあ、兄ちゃんちに行くんだけど、うん、お兄さん家に持って行ったら、なんだこの古臭いゲーマーと。もうこんなもん捨て時計っぽいみたいな感じで、存在、うん、に扱われて、ひで <laughs>、うん、ひれ,ひれ兄貴なんだけど、って言ってたら、そこに突然覆面被った男たちが入ってくるんですよ、パーンつって。<う>で、目の前でそのお兄さんを殴って、気絶させて連れて行くんですよね。 バーつって、で、銃で落としてなきゃ。で、そしたら、その、それを、それがゲームだと思っちゃうんですよ。で、あ,あその弟さんというか、主人公たちとその仲間たちがそうそうで。で、兄貴がその直前まで、今からやるゲームを解いたものに、自分のなんか大事にしてるものをあげるみたいなことを言うわけですよ、ね。うん、で、これがそのゲームだって思って、お兄さんをその探しに行こうとするんだけど、うん 実はそれゲームでも何でもなくて、単にお兄さんが本当に悪い奴から狙われて連れていかなかった。で、その、そこを追いかけていく、だからもうみんなはゲームだと思って追いかけていくんだけど、その相手で、向こうも実弾の銃を持ってるみたいな。持ってるみたいな感じで話が進んでいくっていう。なるほど、ちょっと、そうそうしますね。そうそうそう。そうそうそう。なんかちょっと三谷コーキ的な感じがあって。勘違いの。そうそうそう。積み重ねみたいな。積み重ねみたいな。 話なんでこれね、ぜひねあの、見てもらうとね、面白いかない、えー、で、これに出てくる、えっとね、どの人だったかな、そのゲーム好きの人たちの隣に住んでる隣人がいるんですよ。うん、でそいつがすげえ気持ちが悪い男みたいな風に見られてて、うんえー、その、まあ、要は自分もなんか、 奥さんを亡くしてしまって1人で住んでるんだけど、自分もゲームに混ぜてくれないかなって思ってるんだけど、ちょっと気持ち悪がられてて、誰もゲームに混ぜてくれないみたいな感じの男を演じてるんですけど、この人がね、めちゃめちゃね、あの,ー、あの人に似てるんです。<laughs> あの人に似てるっつって、全然名前が出てこないけど、あのグッドウィルハンティングの人、えー。グッドウィルハンティングのマット・デーモンね。マットデーモン マットデイモン。え、この、この人あ、そうそう、その人。の人マットデイモンにすげえ似,似てんなくないですか似てるでしょ似てる。あの、外国の、海外でもマットデイモンのコピーって書いてる。<laughs> <laughs> そうなんですよ。それが、それも面白くて。えー、あの、最初マットデイモンが特殊メイクしてるのかと僕思ったんですよ。ちょっとね、なんか顔立ちとか体格とか、ね。顔がね、似てんのかなうん。 え面白い。面白いです。この、だからぜひね、ちょっとあの、気になる人は見てもらうといたい。や、多分僕もなんかね、オッチリストに帰った気がする。ほんと、あ、うん、ジェシー・プレンモスっていう人ですね。あの、マット・デイモンと外見が似てると指摘されることが非常に多く。出演作であるブレイキング・バットの劇中で生成される薬品、メスにちなんで、メス・デイモンと参加がごされている。<laughs> <laughs> <laughs> マットかメスかみたいな。マットかメスかって、ね、なるほど。メスデイモンですよ。あとぜひね、見て、見ていただきたいですね。はい。あ、しかもこの人、あれですね。あのー、2017年にキル、うん、キルスティン・ダンスとあの初代スパ,イスパイダーマンの最初のシリーズでヒロイン演じてた人と結婚してますね。へ、うんえー。 えー、マットデイモンと間違えて結婚した。間違もう、まあ、ね、メスデイモン、マットデイモン。<laughs> あれなんかよく見てない。違うな、みたいな。間違え、ま、<laughs> はい。ってことなんで、ぜひ、あの、ちょっとこのね、夏休みの、あの、家族で、あの、家族で見ても、まあまあ楽しめると思うんで、えー、見てもらえると面白いかなと思いました。はい。はい。感じかな、はい、すみませんね、今日は、ね、収録中にちょっとごたごたがありましたけども、はい。はい まあお祭りですからね。お祭りですから、今ね、ぴピ,ーピー言って、外でも言ってますしね。ということで、また、皆さん、感想とかですね、チャンネル登録、お待ちしてますので、よろしくお願いいたします。はいでは、また来週お会いしましょう。さよなら。